世界最高のバトルにドームが大きく揺れる。1997年9月7日、ここ大阪ドームが K-1 グランプリ97の開幕戦の舞台だ。 K-1 にとっては7月の名古屋ドームでの K-1 ドリームに続き2つ目のドーム進出。1993年にスタートした K-1 グランプリも今年5年目を迎え、全ての面においてスケールアップした。優勝賞金は25万ドルに、観客数も大阪ドームが超満員、3万8200人となった。何よりも出場する16人の選手たちのレベルが過去最高である。まさに世界一の男を決めるにふさわしい条件がドームに全て揃っている。試合前の高揚感も空前のものとなった。世界一という称号、それを手にするためのサバイバルトーナメント。選手たちの胸には期待と不安、勇気と恐怖が入り混じっている。グランプリを何度も経験したもの、リングに上がること自体初めてのもの、立場は違えど皆気持ちの高鳴りを抑えられない。5年前の K-1 グランプリ93以来、世界各国からさまざまなファイターが参戦し、幾多の名勝負が繰り広げられてきた。 K-1 のリングには魔物と女神が同居する。魔物に見入られた者はこれまでの栄光を一瞬にして失い、女神に愛された者は至福の時に酔う。通り、それも K-1 の王者になることは、さまざまなスポーツの王者と比べても特別の意味を持つ。それは人類共通の憧れ、世界一強い男と呼ばれることになるからだ。殴る、蹴る、倒し、倒される、そのシンプルで奥深い世界は見る者全ての心を捉えるのだ。K-1 グランプリを制した男たち。93年、ブランコシカティック、クロアチア。94、95年を連覇したのはオランダのピーター・アーツ。そして96年に悲願を達成したのはアンディ・フグ、スイス。1997年、最後に頂点に立つのは誰だ。王者となるのは自分しかいない。選手たちの強烈な自負が開会式前の控え室にむせ返っている。11月9日、東京ドームでの決勝に至る長い道の第一関門。その関門の扉はとてつもなく重く硬い。なんとかこじ開けなければ前へ進めないのだ。どの選手も先の戦いに思いを馳せる余裕はない。目の前にある1回戦が全てだ。そして時は運命のゴングを鳴らす。K-1 グランプリ97開幕戦入場式を行います。
バンダーマーブ、南アフリカ。フランシスコ・フィリオ、ブラジル。ジャン・クロード、アメリカ。サム・グレコ、オーストラリア。リック・ルーファス、アメリカ。ジェロム・レ・バンナ、フランス。アーネスト・ホースト、オランダ。ステファン・レコ、ドイツ。フランコ・シカティック、クロアチア。マイク・ベルナルド、南アフリカ。ジェームス・ウェーリング、アメリカ。ピーター・アーツ、オランダ。ジャン・リビエール、カナダ。佐竹正明、日本。ピア・ゲネット、カナダ。アンディ・フグ、スイス。
和義医師。大阪の皆様、 K1 はさらに大きくなってこの大阪ドーム、大阪に帰ってまいりました。これからも K1 はファンの皆様を第一として突き進んでまいります。よろしくお願いいたします。選手もこの5年間過去最高の選手が出場しております。もちろん僕たちのふるさとであります極真会館からもプリオ選手も出場してます。世界中からトップファイターが出場してます。誰が優勝するか全く分かりません。今日は最後まで K1 をこのドームで体感してください。以上、ありがとうございました。グランプリ1回戦は16人の選手によって8試合が行われる。試合は3分5ラウンド。5ラウンドでも判定決着がつかなかった場合は延長1ラウンド、それも引き分けた場合再延長1ラウンドが行われる。アーネストホーストには新鋭ステファン・レコ、試合巧者ディック・ルーファス対ジェロム・レ・バンナ、ジャン・クロード対ハードパンチャーサム・グレコ、210センチバンダーマーブと極真フランシスコ・フィリオの激突、ピアゲネット対アンディ・フグのかかと落とし対決、佐竹正明にはジャン・リビエール、元ボクシング世界王者ジェームス・ウェーリング対ピーター・アーツ、マイク・ベルナルド対ブランコ・シカピック拳対決。